さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング、私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。さて今日も注目の試合の勝敗予想をやっていきたいと思います。今回勝敗予想をしていく試合はスーパーライト級の WBC 王座指名挑戦者決定戦、ティオヒモ・ロペス対サンドロ・マーティンの一戦です。僕の大好きなロペスの試合が近づいてきましたよ。しかもニューヨーク開催ということで、なんと僕は今回もこの試合生観戦してきちゃいます。いやー、この興行も本当に楽しみですね。しかもジャレット・アンダーソン、ザンダー・ザヤス、キー・ショーン・デイビスと、あのトップランク者が抱えている期待の次世代スター候補たちが揃って出てくる興行なんで、まあもうほんと豪華ですよね。正直今の時代、どこに住んでいてもインターネット環境さえあれば僕はそれなりに生活していける自信があるんですけど、このニューヨークに住んでいて一番ありがたいなと思うのはこういう試合を見に行けることだと思っています。ということで、ロペス対マーティン、これロペスファンの僕としてはロペスに勝ってほしいなと、だいぶロペスのことをひいき目に見てしまうわけですが、大丈夫ですかね。というのも僕の中でこのサンドロ・マーティンの評価はだいぶ高いわけですよ。彼は現在29歳のスペイン人ボクサーで、プロ戦績は42戦40勝 13KO2敗、主要4団体の世界ランキング全てで15位以内に入っている実力者で、特に WBC では世界第5位、 WBO では世界第6位と、いつでも世界タイトルを狙える位置にいる決して侮ってはいけないボクサーです。知名度で言うと元ライト級世界チャンピオンのロペスに比べてだいぶ劣っているマーティンですが、その知名度のせいだけでロペスが圧勝して当たり前だろうなんて思ってはいけないくらいにマジで強い相手ですよ。もともとこのロペスは元スーパーフェザー級、そしてライト級の2階級制覇を達成しているホセ・ペドラザと戦う予定だったんですけど、このペドラザが体調不良を理由に欠場することになっちゃって、でその代役として選ばれたのがマーティンというわけですね。まあ、実はロペスがペドラザとやるって決まった時にも他に何人か対戦相手の候補がいて、そのうちの一人がマーティンだったんで、まあ、世界的人気ファイターのロペスと試合ができるチャンスが一度なくなったかと思いきや、また転がってきたマーティンとしては結構ラッキーな状況なんではないかなと。まあ本当このマーティン、まあ、ペドラザに比べて実績はマーティンの方がないといえばないんですけど、ただね、まあ、未だ世界タイトルを獲得したことはないものの、ことスーパーライト級の実績という意味ではペドラザよりも上だし、まあ、ペドラザよりも若いし、主要4団体全ての世界ランキングでペドラザよりも上にいる選手です。まあ、デビュー時からずっとこのスーパーライト級でやってきている選手 でしかもですよ、去年2021年の10月にあの世界4階級制覇チャンピオンのマイキー・ガルシアに完勝しましたからね。一応このマイキー戦は2対0の判定でマーティンが勝っているんですけど、まあ、2対0と聞くと結構接戦だったようにも聞こえますが、試合を見ていたほとんどの人がこれはマーティンの勝ちだろうと納得した内容だったんではないでしょうか。まあ、しかもこのマイキー戦まではマーティンはアメリカで戦ったこともなく、それまでの知名度や実績含め、まさかあのマイキー・ガルシアが負けるなんて思っていた人はほとんどいませんでしたよね。まあ、僕としてもちょっと本当あの試合は驚きで、マイキーの出来云々というよりも普通にマーティンの強さ、マーティンの出来の良さに驚いた人が多かったんではないかなと。まあ、いわゆるやりづらいサウスポーのアウトボクサーサンドロ・マーティンですが、まあ、あの手のタイプはどんな選手にとっても苦しい戦いを強いることのできる非常にいやらしいボクサーですよね。ステップスピードも速く、距離をキープする能力が非常に高い、下がりながら打つ右のチェックフックカウンターの技術も素晴らしいですし、
オーソドックススタンスの相手の前足の外側を取りながら打つ、あの弧を描いてくる左のオーバーフックなんかも、まあ、いやらしい角度、いやらしいタイミングですよね。まあ、彼は18歳でプロデビューをしていて、これまで40戦以上のキャリアを積んでいる中、KO 負けの経験はないし、僕の知る限りだとダウン経験もないんではないかなと。もう本当とにかくディフェンスが上手い選手です。まあ、それに反して、KO 勝利を狙うような戦い方はあまりしないんで、パワー不足を指摘する声もありますけど、まあ、42戦して40勝してるボクサーですからね。KO なんてしなくても、まあ、勝てばいいわけですよ。まあ、感覚的には7対3とか8対2くらいの割合でディフェンス重視の選手ですけど、実はポイントを取る能力も非常に高い。今までのキャリアの中でもフルマークの判定勝ちをしている試合が何試合もあるんですよね。直近のホセ・フェリックスとの試合も公式ジャッジ3人のうち2人はこのマーティンにフルマークでポイントをつけていました。まあ、パワーとかそのアスリートとしての運動能力なんかではロペスの方が上だと思いますが、まあ、そういうパワーとかスピードも当たらなきゃ意味をなさない。本当に自分のペースにバチッとハマった時のロペスって怪物的な強さを発揮すると思うんですけど、その反面中谷正義選手との試合とか、あとはカンボソスジュニアとの試合とか、自分のやりたいことがうまくハマらなかった時、その状況を打開できるほどの引き出しの幅がないと言われてしまうこともあるんじゃないかなと思います。で、今回の相手のマーティンはそういうとにかく相手がしたいことを無効化するのに長けたディフェンシブでスリックなテクニシャンサウスポーアウトボクサーですからね。しかもスタミナもあって、変に色気を出したりせず、もう最後まで自分がすべきことを全うできるメンタル的なタフネスさも持っているんで、まあ、今回またあのマイキー・ガルシア戦の時のようなアップセットを起こす可能性も十分にあり得るかもしれません。それこそロペスは左のガードを下げて戦うことが多いんで、マーティンの得意パンチである右フックとかすごい有効に働きそうだし、まあ、ちょっとほんと怖いなと。どうしても目線がロペス側の視点になっちゃってるんですけど、まあ、このロペスはね、もうこのチャンネルでも何度も紹介をしてきているんで、今これを聞いてる皆さんもご存知の選手かと思います。元ライト級3団体統一チャンピオン、まあ、中には WBC のフランチャイズを合わせて4団体統一チャンピオンという見方をする声もありますが、まあ、そこは過去の動画で何度も話してきているんで今回は深掘りはしないでおきましょう。で、まあ、この激戦区のライト級で世界を3団体統一しているだけでも大偉業なんですけど、それより何より彼のキャリア最大の功績はあのワシル・ロマチェンコ相手に勝利を収めているってことですよね。まあ、当時世界最強と思われていたロマチェンコのことを23歳という若さで打ち破ったっていうのは、彼の凄さを語るのに十分すぎる事実なんではないかなと。まあ、結果が出てからロマチェンコは年を取りすぎたとか、またロマチェンコの怪我とか両者の体格差とか、いろんなイチャマンをつけて正当にロペスのことを評価しない声もありますけど、まあ、そういう人って大抵が試合前ロマチェンコの圧勝を予想していたと思います。まあ、当然体格差とか怪我によるコンディショニングとか様々なことが勝敗を分ける要因になり得ますが、そういうことが全部絡み合って出た結果がその時の実力ですから、まあ、あの頃のロマチェンコに勝ってなぜロペスのことを評価できないのか僕には全く分かりません。もう紛れもなくとてつもないことですあれは。まあ、というかウィリアム・シルバー、メイソン・メナード、ディエゴ・マクダレノ、エディス・タトリー、中谷正義、リチャード・コーミー、そしてロマチェンコの流れはえぐいキャリアですよ。しかもその間ロペスの年齢21歳から23歳ですからね。あの若さでこれだけの相手に勝ってきている選手、まあ、そうそういないと思いますよ。まあ、本当あの時のロペスは間違いなくボクシング界の顔だったかと思います。ただその後カンボソスに負けてこけちゃうあたりもなんか彼の人間味を示していますよね。まあ、実力やキャリアも当然スター性を秘めていますが、
ロペスの場合ライバルも豊富で、ヘイニーやデイビス、ガルシアあたりはもちろんのこと、今はあのシャクール・スティーブンソンも近い階級にいて、現在戦うスーパーライト級には先日セペダ相手に素晴らしいパフォーマンスを見せてくれたレジス・プログレイス、他にも元4団体統一チャンピオンのジョシュ・テイラーもいますよね。その辺誰と絡んでも最高に面白いと思うんで、ロペスのことを追っていて今後も飽きることはなさそうです。まあ、とはいえ今回はね、本当に何が起こっても不思議じゃない相手ですよ。ロペスが空回りし続けて負けちゃう展開も十分に考えられるし、まあ、楽観視は本当できないですよね。僕はこの試合鍵になるのはロペスの右のボディストレートになるんではないかなと見ています。とにかく前半からよく足の動く、そしてヘッドムーブメントも器用なマーティンのボディをいかに叩けるか。ロペスの右ボディストレートは踏み込みの鋭さも威力もスピードも素晴らしいものがあるんで、あのパンチを軸にガードの上からでもいいんでしっかりマーティンに触っていきたいですよね。でこの右ボディへのストレートを起点に返しの左フックを上に打ったり、あるいは左のボディを叩いたり、もうとにかくパンチをかわすのがうまいマーティンのことを見すぎてしまわないよう、アグレッシブに攻めていくロペスの姿に期待をしています。あとはロペスが得意にしている右アッパーのカウンター、あのパンチはほんと芸術級に美しいパンチなんで、しかもロペスはサウスポーを相手に合わせる右のアッパーが本当にうまいんですよね。まあ、マーティンもサウスポーですが、かなり重心が後ろ側にかかっている選手なんで、もしかすると当てづらいかもしれませんが、ロペスであればマーティンが左のループイングショットなんかを打ってくるタイミングで、あの右アッパーをうまく合わせることもできるんではないかなと。まあ、とにかくこの試合は知名度の差は置いといて、実力的には非常に勝負論のあるマッチアップかと思います。しかも WBC タイトルへの指名挑戦権がかかっているということは、勝った方の選手が先日新チャンピオンに輝いたレジス・プログレイスとやる可能性が高いということですよ。もうこれは注目しないわけにはいかないでしょう。そんな今回の試合の僕の個人的な勝敗予想は、勝者から中佐判定でティオヒモ・ロペスの勝利としておきます。まあそうですね、いかんせんマーティンは本当にディフェンス能力が高い選手なんで、倒すのは難しいんじゃないかなという気がしていて、どちらが勝つにせよ判定決着が濃厚なんではないかなと僕は思っています。で展開的にはやっぱりロペスがかなりフラストレーションを溜める感じになるんではないかなと、まあ、なかなか思い通りにはパンチが当たらない展開ということですね。ただやはりいわゆるアスリート的な能力、単純なスピードとかバネとか爆発力とか、あとはパワーみたいな部分、これはね本当キヨヒモロペスって今の全階級全現役選手を見渡してもそうそういないレベルのものを持っている選手なんで、最終的にはマーティンのうまさ、スリックネスを凌駕する驚くような身体能力を見せてくれるんではないかなと僕は信じています。まあ、お互い出入りの速い選手なんでスピード感にあふれた展開にはなりそうですが、基本的にはロペスの方がじわじわ前に出て、それに対してマーティンは後ろに下がってさばきながら戦うような展開を僕はイメージしています。でそういう中でお互いいくつかのラウンドを取り合って、最後はより効果的なダメージングショット、あるいは構成点なんかの部分を評価されたロペスが僅差でポイント勝ちするんではないかなと予想をしておきます。まあ、このロペスの試合はね、僕が最後生観戦したのが負けてしまったカンボソス戦ですから、個人的に若干トラウマがあるんですよ。まあ、でも同じ興行に出てくるジャレット・アンダーソンとかキー・ショーンとかザンダー・ザヤスとかね、ほんと楽しみな選手がいっぱい出てくるイベントなんで、今回もがっつりと楽しんでこようと思っています。ちなみにステークさんのオッズだとロペスが 1.15 倍で、アンダードッグのマーティンはなんと 5.2 倍という、まあ、だいぶオッズが開いているんですよね。まあ、僕は勝敗予想ではロペスにしていますけど、まあ、もしギャンブラーとして生きている人間だったら
その正直オッズほど実力的な開きは感じないし、相性的なことを考えてもマーティンに貼るのも全然ありなような気がしています。まあ、これがこのスポーツベッティングの難しいところであり楽しいところですよね。ぜひ皆様もこのステークさんでボクシングベッティングを楽しんでみてください。概要欄に貼ってあるこのチャンネル限定の特典クーポンコードを使って登録すれば、なんと初回入金額2倍と毎回かけた金額の 5% が戻ってくるスペシャルボーナスをゲットできるんで、こちらもぜひ使ってみてください。ということで今回の放送はこのあたりで終わりにしていこうと思いますが、僕としてはロペス危うしと思っている今回の試合、一体皆様はどのような展開を予想されているでしょうか。ぜひとも皆様それぞれの勝敗予想や展開予想もこの動画のコメント欄にてお聞かせください。それでは今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければ Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録やいいね、スーパーサンクスもしていただけると幸いです。ステークさんに登録してボクシングベッティングを楽しむ場合は、動画の概要欄に貼ってある特典コードを使ってボーナスをゲットするのもお忘れなく。ではまた次回の放送でお会いしましょう。